綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、皆さんお疲れ様です。今月曜日の朝で、今レンタカー返して、このちょっとなんか今回空港とレンタカーとか離れとって、このシャトルに乗って今から、アメリカターミナルに行くところです。それでは、はい、朝ごはんを買いました。今空港で、これからニューヨークに一旦飛んで、そこから3時間待ってから、またそこにデトロイトに行くっていう謎のフライトですって感じで、朝はベーグルとクリームチーズのやつ買いました。すっごい混んどって、チェックインに1時間半かかって、コーヒー買うのに30分かかりました。なんか分からんけどって感じで、行きます。はい、皆さんお疲れ様です。今はニューヨークの空港におんねんけど、10時に着いて1時の飛行機やってんけど、2時半今も3時ぐらいまで遅れとって、だからこの空港に5時間ぐらいおることになっとって、しかもなんか今週ホストハウジング予約しとったけど見つからなさそうみたいに言われとったから、ホテル予約しとったんですけど、でホストハウジングが見つかって、でそのホテルをキャンセルしようとしたら、メール調べても一通も来てなくて、だから予約できてなかったんやと思って放置しとったら、まさかのショートメールで来てて、さっきその電話のキャンセルをしやなあかんで、電話でキャンセルしやなあかんか、すごい大変で。わかります、あんまりそんな英語喋れないんで、その実際に会ってやるんやったら全然いけると思うんだけど、電話やったらやっぱ伝わりにくいんですよ、相手も。いや、それいつも聞き取りにくいしってことで、でもなんか一応頑張ってできましたって感じかな。って感じで今はニューヨークに行くので待ってます。そんな感じで舞台に座ってるんだけど、マジやることない。ちょっと座ってみ、これから、デトロイトの空港に着いたら、ホストハウジング、最初アメリカ人の人の家に泊めてもらうって言ってやってんけど、日本人の人がおったらしくて、その向こうの日本人 そのホストの方が、その日本人やから、その日本人がいいみたいな感じでリクエストしてくれたらしくて、急遽その人に行くことになりましたって感じですね。とりあえずすごいね、移動で疲れてるし、昨日熱中症になっちゃって、まただからなんかすごい疲れてるから、今日は移動していくんです。はい、今はニュージーランドが来て次に来てます。カモン、あーかわいい、かわいいね。名前なんですか？オビー。オビー。なんだっけ、スターウォーズのオビーなんだ。オビー。はい、オビー。バイバイ。はい、お疲れ様です。今日はね、火曜日。いやねんけど、先週の振り返りをしてないから、先週の振り返りをしたいと思います。でまず先週は4日間の大会で、結果から言ったら何位やったっけ、49位か8位ぐらいで、トータルパープレーで、フィニッシュしたんやけど、全然良くなくて、1日目1アンダー、2日目1アンダー、3日目1アンダー最終日3オーバーっていう、どうしたって感じやけど、
なんか選手のコースすごい簡単やったんですよね。でトップも優勝いくつ前伸びたの、でも結局19アンダーぐらいしかいかなかった。でもなんかその私すごい選手はちょっと良かったわけじゃないけど、すごいそのスタッツは良くて、3日目とか18ホール中18ホールパンをしたりとかしとったけど、グリーンがすっごいバミューダ で全然入んなくて、もう3日間ワンダワンダワンダやったけど全然良くなくて、もうほんまに最低って思っとって、もう良かったらもっとスコアパターは入れれたらスコア伸びたなって感じで全然納得いってなくて、3日目はあ違う最終日はもう疲れからか分かんないんですけど、もうショットがマジ当たんなくなって、しかもめっちゃ暑くて熱中症になって毎週熱中症になってるんやけど大丈夫？もう暑いし結構しんどいですね。やっぱり4日間担いで、連覧2日間担いで、3日間で1日しか休みないんで、その日めっちゃ移動じゃないですか、何時間もかけて何十時間とかで、結構熱中症になっちゃって本当にダメでした。ショットがまずなんか全然言い訳するつもりとか全くないんですけど、でなんか熱中症にならんために結構なんかいい感じのスポーツドリンクみたいな粉みたいなのをね教えてもらって、今週からそれを取り入れて熱中症を回避したいと思いますって感じで、先週はねほんまに10アンダーとか全然いけたと思うって感じで、まあ結果パワープレイかほんまに偉そうに言えんけど、もうとりあえずめっちゃ悔しいです。パター良くなくてって感じですかね。マジでなんやろうな、なんかうまくいかんかった。でもなんか選手はすごい精神的にちょっとなんか、まあ、落ち込んどったっていうか、なんかね全然精神的にすごいねちょっとダウンしとっていろいろあって、でもまあその中で全然なんか、まあ、ゴルフに影響せず結構プレーできたから、うん、ちょっと成長分からんけどっていうのもあったけど、まあ、4日間プレーできたのは良かったかなって感じやけど、まあ、納得してないです。で今週は今週のコースはね、前3年前とか言っとったかな、 LPGA もやったコースです。結構選手より全然タフで、ラフがちょっと長くても完全にバミューダ、先週はバミューダやったけど今週は多分ベントなんですよ、ね、もう洋芝北海道みたいな。でもうラフとか入ったらマジで終わり、マジ打てんって感じなんで、フェアウェイキープが鍵になります。で距離も長くて、結構長くて多分6500か600くらいあるんかな。で全然洋芝やから転がらんくてって感じで、結構タフなセッティングやと私は思ってる。なんか友達に言ったら、めっちゃ簡単やん平面でみたいな感じで言っとったけど、はマジでめっちゃむずいやんって感じでした。でって感じやから、まあ、フェアウェイキープして、まあ、目標は1日2アンダーずつかな、今回3日間やから、まあ、5アンダー超えたいかなって思ってるけど、まあ一応目標はね、自分のゴルフがどうなるか分からんけどって感じですかね。まあ、結構タフでマネージメントとかもすごい大事になってくるコースやから、ボギーを打たんことですね、あんまりバーディーバンバン取れるコースじゃないんでって感じで、結構一個一個丁寧にやっていって、まあパー5でちゃんとバーディー取っていってって感じですね、っていう感じでやっていこうと思います。ではあ言ってなかったけど、今週はホストハウジングを利用しとって、最初はアメリカ人の人の家に泊まる予定やったんですけど、なんかね日本人の人がリクエストしてくれて、日本人の子おるんやったら日本人みたいな感じ言ってくれて、で日本人とアメリカ人の人のお家に泊まってるんやけど、もう最高。なんかそうお母さんと日本語で喋れるしって感じで、すごい最高な環境で、もうすごい自分のなんか気分とかもすごい安定しとって、今週はなんていう安定しとったっていうか、こうすごいリラックスできる環境でやってるんで、ほんまになんか選手とは全然違うんで、選手はすごいストレスやったんですよね。ご飯もないし、なんかもうホテルが嫌でした、とりあえず。だって虫とかも全然ホテルの中におるけど、もうなんかもうどうでもよくなりました途中からで、って感じですごいあかんかったけど、今週は最高なんで、なんか結果につなげたいなって思います。ではバイバイ。
今日は試合の日の朝なんですけど、見てくださいこの空。なんかね、サンダーストームがまた来てて、7時半のトップのスタートが8時15分まで遅れてて、もっと遅れると思うんですけど、私は今日午後スタートで完走できるかな、もしかしたらもうまたサスペンデッドになるかもしれないんですけどって感じです。やばいで、今からちょっとジムに行ってきます。では完走できることを祈ってます。はい、1日目の試合前です。1日目の私にウォームアップしに行ってきます。